ちらのマイクで喋らさせていただきます。スラム、スネークス、両方ともデビッド・サンボーンの曲でございます。バラードをこまず1曲やる前にメンバー紹介をさせていただきたいと思います。今日の素敵な、ウィンドシップのメンバーでございます。ドラム、すでに後期高齢者、違いますにもかかる素晴らしいハードなドラムをこの後もたっぷりいただいていただきます。紹介します。オンドラム、バディ・ブチキ。でこちらの前でいろんな、ね、楽器がごちゃごちゃありまして、コンガあり、ボンゴあり、チャイムあり、まあいろいろあって、パーカッションをやっていただいております。彼のパーカッションを三田さんにライブに来る方がいらっしゃるとかいらっしゃらないとか紹介いたします。オンパーカッションアーバンキトウ。奥の方でさっきのすんごいフレーズ、いわゆるすんごいフレーズというのをですね、弾きまくってギターをかき鳴らしていただいております。彼とこれから出ますゲストのシノは、ダイエッターズということで、2人の話題はダイエットしかないと。で2人を揃うとダイエットの話しかしないというですね、ザ・ダイエッターズの、一人でございます。本当に飛行機出しましたね。今筋肉質な、ボディとなっております。彼もアグレッシブな目が点になるようなギターフリーズガンガン出してこの後も頑張ってくれると思います。紹介いたします。マッスルモッチオンギター。で奥に控えておりますベーシストでございますが、いつも紹介の時にですね、長い付き合いなんですっていう話を、僕とね、長い付き合いなんですっていう話をさせてもらってるんです。でどれだけ長いかというとですね、ほぼほぼ50年半世紀も、お付き合いをしていただいておりまして、呆れることなく僕の側に、付き合っていただいております。もうこういうライブの時差し入れをしてくださってるんですかね。もう美味しい料理をいつも食べさせてくださいまして、どんどんうちのバンドがデブになっていくというですね、デブ一直線でいつも美味しい料理を作ってくださっております。うちの、バンドのおしゃれ番長でございます。紹介します。オンベース、ダンギョウザキ。まあこういうね、おしゃれな大人になりたいなと思っております。うちの若手が、2人おりまして、まあ、1人目はさっきのマッスルモッチなんですが、もう1人の、若手でございます。そんなに若くないやんとツッコミやめてくださいね。僕らがじじなだけで、皆さんからすると彼は非常に若いんです。一回りも僕と違うね。違ったっけ、多分一回りか一回り以上ちょっと違うんですね。非常に若いんですけど、フュージョン系をやらすと本当に、ね、彼は素敵な、キーボーディストを聴いてくれます。この後のバラードもぜひ必聴でございます。素晴らしいピアノをプレイしてくださいます。紹介します。オンピアノホルテ、モルド森川。ではやかましい曲ばっかなんで、1曲バラードを、お届けしたいと思います。レディー・シノ様がこの曲いいよ、この曲好きっていうことで、別の曲やる予定だったんですけど、この曲をやることにいたしました。トワライト・イン・アッパー・ウエスト、お聴きください。
まあ、僕らフュージョン系の曲が多いので、やっぱり、三重県といえばこの曲をやらないと、絶対許してもらえないだろうという曲を、やりたいと思います。あえて曲名言いません。あーっと皆さんご存知ですか。